実はそれって逆に膝に負担をかけて膝の痛みが強くなってしまう手すりを持ちながら横向きになって下りない、ね、こうちょっと硬い感じでね膝をぐーっと伸ばした時こういう感じでむにーっとこう出て曲げるとあちょっと痛みがないなんかねお皿ってねこれぐらい大きいようなイメージある、ね、膝のお皿の上辺りから内側からつましっかりね左右までぐーっと伸ばす外に向けてぐーっとこう体状態を前に倒すこういう感じで動かしていきますはい大阪市宮古島区坂東生骨院,院長 長野坂東です。本日は変形性膝関節症で階段を降りるときに膝が痛い人に向けて、そのセルフケア改善方法についてお伝えしていこうと思います。変形性膝関節症の方で階段を降りるときに膝が痛いという方、整形外科に行って変形性膝関節症と診断されて老化による筋肉の衰えが原因と言われて運動を頑張らないとということで。 頑張ってプールに行ったり、もしくは太ももの筋肉を鍛えようとして、やたらウォーキングを頑張ったりとかしてませんかジムに行ったりトレーニングをしている方も多いと思うんですが、実はそれって逆に膝に負担をかけて膝の痛みが強くなってしまうことが多いんです。これはなぜかっていうと、変形性膝関節症を治すには、 必ず順番っていうのがあるんです変形性ひざ関節症の場合は正しいセルフケアをちゃんと順番通りに行わないと全然改善しないんですこの太ももの筋肉を鍛えるっていうことはとても重要なんですが鍛える前にしていただかないといけない重要なことがあるんですそれは何かというとまず曲がった膝を伸ばしてあげることなんです膝が伸ばせる状態になった上で太ももの前の筋肉を鍛える この順番がとても重要になりますというわけで本日は変形性膝関節症を治すために筋力をつけようと頑張ってトレーニングしてるけどなかなか膝の痛みが治らない方に向けて正しい順番のセルフケアをご紹介したいと思います病院で変形性膝関節症と診断されて注射とかお薬まあ、リハビリなんかをしてるんだけどなかなか良くならない方まだ病院には行ってないんだけど階段を降りる時に手すりを持ちながら 横向きになって降りないと降りられないぐらい膝が痛い人にとっては参考になる動画だと思いますので。 ぜひ最後までご覧いただいて正しい順番でセルフケアをして一緒に膝の痛みの改善を目指していきましょうなぜ変形性ひざ関節症の痛みを取るためのセルフケアには順番が必要なのかまず最初に膝を伸ばさないといけないかっていう理由なんですけど人が歩く時の動作なんですが例えば筋肉が全く働かない状態で足をこう前に出すと筋肉が働かないので膝がこうカクンとなりますよねでそのカクンとならならいためにはこの 膝をぐっとこう伸ばす踏ん張るね力が必要なんですけどその時に働くのがこの大腿四頭筋という太もものこの前の筋肉なんですねこの前の筋肉がぐっと収縮することで膝がこうカクッと曲がるのを防いでぐっとこう踏ん張ってくれるいわばブレーキをかけてくれてるんですねここののの太ももの前の筋肉ががが収縮することにによって膝が曲がらずに 前前にに進む前に歩けることがでできるんですねこのようにして歩くという動作の時には太ももの前の筋肉がぐっと収縮して膝が伸びることでスムーズに歩けるんですけども変形性膝関節症の方は膝が少しちょっとこういう感じで曲がってる方が多いんですねやっていただいたら分かると思うんですけど 足をね、こう普通にまっすぐ伸ばした状態で歩くのと、ちょっと膝をね、大げさにちょっと曲げた状態で、ちょっとまあ中腰ではないですけど、少し曲げた状態でこう歩くというのは、ものすごいこの太ももに負担がかかってしまって、筋肉がすごく力がいるんですね。ですから変形性膝関節症の方が歩くときっていうのは、ちょっと膝が曲がってるんで、 普通に膝が伸びてる人に比べて余計にねこの太ももに力を入れないと歩けないブレーキをうまくかけれないような状態になってるんです平地ならまだしも階段を降りるときなんかはその数倍の負荷がこの太ももの前にかかってきますなのでその負荷に耐えきれず変形性膝関節症の方は階段を降りるときはこうまっすぐ降りれないんでちょっと横向きになってこういう感じで負荷を軽減しながらこういう感じで 降りられる方が多いんですねですから変形性膝関節症の方は普通にこう歩くだけでも太ももの前の筋肉っていうのはすごく疲弊してるんですこの普通よりも負担がかかった状態でさらに太ももを鍛えようとするとどんどん負担が増していって かえてて変形性膝関節症が悪化してしまうんですなので今回ご紹介する変形性膝関節症のセルフケアは順番に行っていただきたいのであえて今週と来週の2週に分けてお送りしたいと思っています1週目は膝を伸ばすセルフケアをやらせていただきますその次次の動画で太ももの筋肉を鍛えるセルフケアを行いたいと思いますで前半の今週は太ももの筋肉を鍛える前にやっておくべき膝を伸ばすセルフケアす ケアをおお伝えしてていこうと思っております先ほどもお伝えしたようにこの膝を伸ばすことがしっかりできていないと次回ご紹介する太ももを鍛えるセルフケアをやっても意味がない。まあ、逆に 膝を痛めてしまう可能性があるので今回ご紹介するセルフケアをまずはしっかりやっていただいて膝を伸ばせるようにしていただけたらと思いますはい、じゃあ今から膝を伸ばすセルフケアをやるんですが膝を伸ばすために膝のどこに対してアプローチしていくかをご説明したいと思います曲がった膝を伸ばすには関節の周りの筋肉組織などいくつかポイントはあるんですが大きく分けてポイントは2つです今回は足の前側と後ろ側の2つのポイントを ポイントのセルフケアを紹介しますので今回の動画を見ながら曲がった膝を伸ばすセルフケアをじっくり行ってみてください一つ目のポイント膝の痛みを起こしている可能性の高い場所それはどこかというと室外科脂肪体という組織ですでもう一つは足の裏側太ももの裏側のハムストリングスですこの足の表と裏側の両方のセルフケアを行ってまずは膝がしっかり伸ばせるようになりましょう 最初のポイントの室外科脂肪体ですが室外科脂肪体と聞いて初めて聞いたっていう方も多いと思いますのでその室外化死亡体にについいいて簡単に説明したいと思います。そもそも室外科脂肪体っていうのはどこにあるかって言いますと。 この膝のお皿の下にあるこのブルーのねゼリー状のやつですねこれが室外化脂肪体ですで、このお皿をどけるとこんな感じであるんですけど室外化脂肪体の役割としましてはこれは 膝を曲げるとね、この膝のこの内側にこう入るようになってます。で、逆にこんな感じでね、膝を曲げた時に内側に入るんですけど、今度膝をぐーっと伸ばした時にね、むにーっとこういう感じで飛び出してきます。今まさにこうなりましたね。もう一回行きますね。こんな感じで膝を曲げた時にはこの膝の間に入るんですけど、膝をぐーっと伸ばした時にこういう感じでむにーっとこう出てきますね。こんな動きをするんですね。なのでこんな感じで動くことで膝の関節自体のね動きを柔らかくして ま滑らかにしてくれるであと膝のお皿の動きもねこの上に乗ってるお皿の動きも滑らかにしてくれるんですねそれとですねこの骨と骨の間にあるんでこのぶつかりのね緩衝材としてそしてクッションの役割を果たしてくれてますで一番重要なのはこの室外化脂肪体っていうのは膝の関節の中で、まあ、いろんな組織あるんですけどその中でも一番ね痛みに敏感なとこなんですねでこのの外化脂肪体っていうのは 本来はですね、このゼリー状で流動性に優れてまして、膝の関節の中で円滑な動きをして助けてくれてるんですけど、この室外化脂肪体の部分ですね、こちらの方はだんだんやっぱレ齢であったりとか、もしくは炎症が起こってしまって、この部分自体がね、衰えてきて、だんだん硬く、繊維化されてくると痛みが出やすくなってしまうんです。これはアメリカのスタンフォード大学のドラグー博士の研究でも明らかになってます。その研究では解剖学 的に見ると室外化脂肪体にはたくさんの神経が通ってます室外化脂肪体が繊維化すると膝の痛みにつながることは明らかであるこういった研究結果が上がってます大体皆さんもね試しにねこの膝下を調べてみてくださいこの水色のやつがね室外骨お皿ですねその下に室外人体があってこのピンクのとこですねちょうどねお皿のすぐ下のこの特に内側のこのあたりですねこのあたりにひょこっとねこうなんかコブみたいなのが出てきたりするんです それが、室外化脂肪体です。それを実際、押してみて痛いかどうかです。押してみて痛かったら、その室外化脂肪体の痛みなんですけど、今度ね、ぐーっとね、押したまま、膝をこうやって曲げていきます。曲げていくと、さっき言ったように、室外化脂肪体が中に入るんで、曲げると、あ、ちょっと痛みがないな。で逆に、伸ばしてそのまま置いてると、ちょっと痛みが出る。そういう場合は、室外化脂肪体が膝の痛みの可能性があるっていうことなんですね。このね、硬くなって、コブみたいになってしまってる室外化脂肪体、 なんですけど後ほど紹介する簡単なケア方法であのものすごい柔らかいとまで言わないですけどある程度ね流動性が高い室外化脂肪体まで戻っていくことが可能なんでですので今回はこの室外化脂肪体の4種類のケア方法をお伝えしていこうと思いますので是非ともね皆さん一緒にやってみてください。 はい。それではね、今から実際に、室外化脂肪体のマッサージ方法についてお伝えしていこうと思います。で、まずね、このマッサージをする前に、あの、できるだけね、この膝の部分ですね、お皿とか太ももに力がね、入ってしまうとね、ちょっと動きが悪くなってしまうんで、できるだけ力が入らないようなリラックスした状態を作ってほしいんですね。で、それには、こんな感じでね、ちょっとこう壁に持たれてあげるとか、壁にこんな感じで持たれて足をこう出す。この方が多分ね、膝とか このの太ももの力が入らなくていいいと思いますであともう一つですね膝下ですねこの下にちょっと空間がねこうやってできて浮いてしまうと力も入ってしまうんでタオルとかを下に引いてくださいでこんな感じで足を放り出すような感じでやってもらうといいですならこの膝裏の下に隙間も埋めて持たれるような感じですねこうするとあの足自体がリラックスできるんでまずこの体勢を作ってくださいでマッサージをする前にえっ、ー、とね場所をちょっと説明しますね先ほども言いましたけどこのブルーの部分ですね ね、室外骨お皿ですなんか、ね、お皿って、ね、これぐらい大きいようなイメージあるんですけど実は、ね、こんな感じでものすごい小さいんですよ触ってもらったら分かるんですけど、ね、骨が、ね、コリコリっとしたとこあるこの辺りがお皿なんです私の骨でも、ね、これぐらいのサイズなんで、まあ、女性の方やともっと小さいかも分かんないですでこのお皿の下にこういう感じで室外人体っていうのがあってこの辺りが、ね、ちょっと出っ張った骨がありますこういう感じでお皿からまっすぐ出っ張るとこまでまっすぐ人体がありますでこの人体のこう両端ですねお皿 この辺りが室外化脂肪体が触れる場所なんで特に内側ですねこの辺りがプクッとこのちょうど指の辺りこの辺りが出るんでこの辺りとかこの辺りをイメージしてマッサージしていきますまず1つ目の運動は膝をねまずウォーミングアップとして揺らす感じでまず軽くね動かしをつけていきますそのためにこのお皿のね上と下の部分をねこうやって持っていただいてこういう感じで上下にこうずーっとこう振って 動かしていきますお皿の遊びがあるんでね、こういう感じで軽く動かしていきます。2つ目は、今度左右ですね、こんな感じで、こういう感じで、両方に指を置いていただいて、こういう感じで動かす。もしくは、もう手でこんな感じで、握り込んで、こういう感じで動かす感じ。まあ、こっちの方が楽だったら、これでやってみますんで、それぞれね、30秒ほどやってみますんで、皆さんもね、今から一緒にやってみてください。はい、それでは上下のね、実際動きやっていきます。よーい、スタート。 こういう感じでね、膝のお皿の上の縁と下の縁に指を引っ掛けてで、お皿をね、上下にこういう形で揺らしていきます。こんな感じですね。こういう感じで引っ掛けるような感じですね。それで何センチぐらいですかね、2、3センチこう動くでしょうか。こういう感じで上と下に動かしていきます。まあ、これで軽くまず最初、ウォーミングアップなんでね、やってもらえたらいいかなと思いますんで、まあ、痛かったらね、ゆっくりで構いません。 はい、オッケーです。続いて左右ですね、内外内外にやっていきます。じゃあ行きます。用意スタート。こういう感じですね。まあ、内外内外こういう感じでやってもらったらいいです。内外内外ですね。こういう感じ。この内外内外なんですけど、内側で押すとちょっと痛いっていう方がいらっしゃったら、まあ、軽めでこれも構いません。 あの軽く最初はやってもらったらいいです。お皿が軽く動くぐらいで構いませんのでちょっとウォーミングアップでこれもね動かすぐらいな感じでゆっくりやってもらったらいいと思います。こんな感じですね。はい OK です。 はい、2番目の体操はですね、実際にこの室外化脂肪体の部分ですね、ここの部分を、えっと、動かすんですけど、まず1つ目はね、こういう感じでグッとこう、ね、つまむ、つまむ感じですね。この辺りから、内側からつまんでみますね、グーッ、こういう感じですね。で、つまんで揺らす。グーッとつまんで揺らす。グーッとつまんで揺らす。グーッと,とつまんで揺らす。だんだんこう下側の方に向かってですね、この室外人体帯の 根元ぐらいまでいきまできすこういうい感じですねこんなにねつまめないかもわかんないです最初はこう分厚い感じになってるかもわかんないですまあ、つまめる範囲で構いません強くやりすぎて痛かったら軽めで構いませんこんな感じですねこういう感じはいで今度外ですね外も同じですねつまんで揺らすつまんで揺らすつまんで揺らすでもう一つは今度ね上からね 今度ぐーっとね押さえていって硬くなっている時の室外化脂肪体っていうのはどっちかというとまあゼリーというよりも粘度みたいになってると思います。ですから皮膚の下の粘土をぐーっと押し込むような感じで押し込んでこのお皿のね下の室外人体のあたりまでぐーっと押し込むような感じで押さえていきます。ここぐっと押さえた形にしてぐーっと押さえ込んでずらしていきます。 押さえ込んでずらす。押さえ込んでずらす。袋の下にある粘土をぐーっと押さえ込んでいって、奥に奥に入れていくような感じです。硬かった粘土がだんだんちょっと柔らかくなってくるような感じですね。こういう感じで、ぐーっと押し込む。内側押し込んで。これで、今度外もぐーっと同じように押し込んであげる。外はね、あんまり触りにくいかもわかんないです。ですから、どっちか言うたら内側しっかりやってあげる方がいいかもわかんないんで。 このつまむ動作と押し込む動作これを30秒ずつやっていきたいと思います、はい、それでは30秒ずつつまんでやっていきます用意スタートこんな感じでつまみますつまんで揺らすねこういう感じですねつまんででつまんで揺らすでつまんで揺らす,揺らすもう一回上行きますつまんで

つまんで揺らす中のねこう脂肪をね掴むようなイメージなんですけど難しかったらもう皮膚だけになるかもわかんないですけどこういう感じで動かすだけでもね中の脂肪タイム動いてきますんででこういう感じですねだんだん絞っていきますこういう感じはい OK です はい、次はですね、皮膚をグーッと押し込んで、こういう感じで押し込む形で30秒です。内側30秒、外側30秒やっていきます。よーい、スタート。じゃあ、グッと押し込みます。押し込みます。押し込みます。先ほど言ったようにね、皮膚の下にあるこう粘土みたいなのをね、グーッと押し込むような感じです。グーッと押し込む感じ。このあたりにあるグーッと粘土を下にね、押し込むような感じ。グーッと。 ちょっとこう、腫れぼったく出てる粘土をぐーっと押し込んでください。ぐーっと。これも痛かったら軽めで構いません。最初はね、ちょっと軽めから始めてもらった方がいいかもわかんないです。はい。OK です。今度外側ですね。用意スタート。こっちですね。こっち、ぐーっと。外の方がね、ちょっと隙間が少ないかな。内側の方がね、やっぱり押しやすいんで、外はね、ちょっと押しにくいですけど、まあ、外もこんな感じでぐーっと押し込んでもらったりです。 ぐーっと押し込んで、ぐーっと押し込んで、皮膚をちょっと遊びを取ってぐっと押し込むような感じですね。ぐーっと、ぐーっと押し込む、ぐーっと押し込む、こんな感じですね。はい、オッケーです。はい、三番目の体操はですね。 このお皿の位置をですね、上と下に動かします。どうやってやるかと言いますと、膝をぐーっと伸ばした状態で、膝裏をね、ぐーっと床に押さえつけます。ですからタオルを潰すような感じですね。で、膝を伸ばした状態で、この状態の時は、お皿の位置をですね、ぐーっと上に上げる。上にぐーっと持ち上げる感じですね。こういう感じで。力が入ってる状態の時にぐーっと引っ掛けて、膝のお皿の下の部分に指を引っ掛けて、ぐーっと持ち上げる感じです。こういう感じでやりますね。 で今度はお皿の位置をぐーっと下げる。力を抜くんでちょっとね膝が曲がった状態になりますね。今度はぐーっと上から押さえつけるような感じ。軽く押さえる。ぐーっと下に。今度は下にぐーっと押さえつける。 で今度はまた膝を伸ばして床に押さえつけた状態で引っ掛けて上に上げるこの上に上げるのと下に押すのを繰り返していきますこれをえっとね15秒ごとにやっていきますですから15秒ごとに4セットやります合計2分ですね、はい、それではですね実際にやっていきます15秒ごとにやっていきます伸ばした状態で上に上げる15秒、ね、曲げた状態で下に下ろす15秒こんな感じでやっていきますんでね皆さんも一緒にやってください いきますよーい、スタート。はい、ぐっと伸ばした状態で引っ掛けてあげる。こんな感じですね。多少ちょっとね、引っ掛けて、ごぐーっと腕の力で上に上げてみてください。こんな感じ。まあ、慣れてくるまでね、軽めで構いません。はい、緩めて膝を曲げます。で、この上の縁で押します。ぐーっと。ちょっとお皿をぐーっと下に押す感じですね。まあ、15秒なんで、ね、あっという間です。こういう感じで軽く押してください。はい。 またグッと押さえつけて、今度引っ掛けて上に上げる。こんな感じですね。見えますかねこういう感じ。お皿をちょっとこう上に引き上げる感じです。こういう感じですね。はい。力抜いて、今度下に下ろす。この状態の時はもう膝ちょっと曲がりますんでね。上からグーッと押さえつける感じ。この上下の動きはね、あんまりやっぱ動かないです。もう軽めで。 ちょっっっととしか動か動ないいい思ってもらっていいんでね。はい、今度、ぐっと押さえつけて上げる。押さえつけて上に上げる。この状態ですね。ぐーっと押さえつけて上げる状態。これもそんなに強く動くもんではないんですね。はい、力抜いて、で、押さえつけて、今度下に行きますね。さっき言った、あの、室外化脂肪体の動きですね。曲げたときと伸ばしたときで違うっていう。 その動きをちょっとね、いろいろ動かしてみてる感じです。はい、今度また押さえつけて上に上げる。こんな感じですね。押さえつけて上げる。押さえつけて上げる。この状態の時の脂肪体が前に出てきてる状態ですね。はい。はい、力抜いて。で、今度下に下ろす。で下に下ろす。ちょっと脂肪体をね、奥に押し込むような感じですね。ぐーっと。 押っと、まあ、これはもうね本当とに最初はなかなかやりにくいと思うんで軽めから始めてもらったらいいんでね。はい オッケーです、はい、最後4つ目の体操はですねお皿をですねこう引き上げた状態で膝のこう曲げ伸ばしをしていくそういう体操になりますで先ほど室外科脂肪体の動きの説明をしたと思うんですけど室外科脂肪体は膝を曲げた時に中に入り込んで伸ばした時にこう前に出てくるこういう動きをイメージしながらこの膝の曲げ伸ばしの運動をやっていただきたいんですねでほとんどの階段で降りる時に膝が痛い方はこの室外科脂肪体 硬くなってるんで,で先ほど1から3のねセルフケアをやっていただいたことでちょっとはね室外科脂肪体も柔らかくはなってるんですけどもただやっぱり膝を曲げたり伸ばしたりっていう動きをした時に室外科脂肪体がね動きますんで膝のね音が鳴ったりする方いらっしゃいますでもこれは室外科脂肪体が硬くなってて動く時の音なんであんまり気にしなくてもいいですあの多少ねちょっとこう痛みが出るっていう方いらっしゃるかもわかんないんですけどあんまり痛かったら無理することないんですけど やってるうちにね、だんだんちょっとマシになってきたりもしますんで、ゆっくり最初はやっていただけたらなと思います。はい、まずはね、こういう感じで、椅子に浅めに腰掛けます。ちょっと深いとね、足伸びないんで、ちょっとこういう感じで前に出てきて、でこういう感じで足を伸ばしていただいて、このお皿ですね、このブルーの室外骨、室外骨の一番下の縁ですね、ここに親指をぐっと引っ掛けるような感じで、このままぐーっと上に引き上げます。このままぐーっと引き上げる。ででこの状態で引き上げた状 状態でゆっくりぐーっと膝を曲げるで、ゆっくり伸ばしていく。こういう感じで曲げていくで伸ばしていく。こんな感じですね。この引き上げた状態。この力を緩めずに曲げて伸ばす曲げて伸ばす。 最初ちょっとやりにくいかもわかんないです。親指しんどかったらこう人差し指でも構いません。こういう感じでお皿をぐっと縁にかけて、こういう感じでぐーっと引き上げとけばいいです。こういう感じね。ぐーっと人差し指でぐっと引っ掛けるの方が楽だったらこれでも構いません。こんな感じでゆっくり膝を曲げて、 ゆっくり伸ばしますでこうやった時にねあの私でもそうなんですけどちょっっととグリッとなったりしますお皿の、ね、こう音もなったりするんですけど中の室外化脂肪体が硬い人なんかだとこ出たり入ったりする時のちょっと音が鳴ったりするんでこんな感じでグーッとゴリッと。 ってなったりししますけどどうでも、多少ね、こう、音が鳴ったりするのは、だん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 ,だんやっていくと、その辺もなくなってくると思いますんで、ポイントは、室外骨の下の縁ですね、ここにこういう感じで親指かける、もしくは人差し指を引っ掛けて、ゆっくりぐーっと曲げる。で、ゆっくりぐーっと伸ばしていくんですね。この下がね、ちょっとあの滑りにくいところでやるとね、ちょっとやりにくいかもわかんないんで、ちょっとこう、その下はね、ちょっと選んでいただければいいと思います。 できますんでね。一緒にやっていきましょう。はい、それではね。一緒に1分間やっていきたいと思います。まず、あのこういう感じでね。椅子に浅めに腰掛けて足を伸ばします。伸ばした状態で、この膝蓋骨の一番下のとこですね。ここに親指を当てていただいて、グッとこう引き上げるですね。引き上げた状態で曲げてで、そのまま力を緩めずに伸ばす。これを繰り返していきます。こんな感じですね。では一緒に1分間やっていきます。用意スタート。 いきますぐーっとこう曲げてもらって伸ばす親指はぐーっと上に引き上げるような状態ですねぐーっとこっちに引っ張ってる感じですねぐーっと引っ張った状態は緩めずにぐーっとこんな感じですねこういう感じでゆっくりですね変形性ひざ関節症強い方はこの動きがすごく最初痛いかもしれないんで痛くない程度でやってくださいでこういう感じでやってしっかりね左右までぐーっと伸ばす しっかり伸ばすのをやってください。ぐーっと。こういう感じですね。ゆっくり、ぐーっと伸ばす。ゆっくり伸ばす。そうですね。ゆっくり曲げた状態から最後までぐーっと伸ばしていく。で、このやってる間ずっとこのね、お皿の方は力緩めずにしてください。こう上げていく力を、ね、緩めずに。こういう感じね。途中でちょっと痛かったり、なんか違和感あったらこういう感じでお皿を動かしてみてください。上下上下とかね。 こここういううういい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 感感感じじじでででで引っっっ掛けけてててままたたたややくでこういう感じで伸ばすすすんななだらかと思いますはい、OK、ですどうしてもねここ持ちにくいって方いらっしゃると思うんでその方はこういう感じでねこの人差し指と中指で引っ掛けた状態でも構いませんただこの膝を伸ばすことが目的なんで曲げた状態からしっかりできるだけこう最後まで伸ばす曲げた状態からしっかり最後まで伸ばすっていうのをやっていただけたらと思います ここまでやっていただいて、膝を伸ばす時にだいぶ痛みが和らいできたっていう方は、次に膝を伸ばすのを邪魔している太ももの裏の筋肉、ハムストリングスの硬さを取るセルフケアを続けてやってみてください。ハムストリングスの場所などわかりやすいように簡単に説明を加えながらセルフケアをご紹介します。 まずハムストリングスの筋肉を簡単に説明しておきますこの太ももの裏に貼ってるピンクのテープの部分がハムストリングス大体ねこのお尻のこの座骨のところからこういう感じで下の方に来て外側と内側の二手に分かれますで外側の方が大体二頭筋で内側の方が半筋腰筋半膜腰筋という形でこの2つの筋肉がこっちにあるんですけど、まあ、ざっくり言うとこの辺りまで一緒に来てこういう感じで分かれるこういう感じの構造の筋肉になってますですからこの お尻のところからずっと来るね外側と内側に分かれるこんな感じでここ触ってもらうとねこうちょっと硬い感じでねゴリッとした感じの筋肉あると思いますこれがハムストリングスなんでこれがしっかり伸びることで膝が伸ばせるんで今日はこのハムストリングスという筋肉を正常に働くようにしっかりケアをしていきたいと思います はい。まず最初はですね、このハムストリングスの筋肉をストレッチしていくんですけど、その前に、ちょっとね、筋肉硬くなってるケースが多いんで、このテニスボールを使ってね、全体的にちょっと緩めていきます。で、前にもちょっとやったことあるんですけども、このハムストリングスっていうこのね、太ももの裏にテニスボールを当てて、上からぐーっと押さえつけるような感じですね。そういう感じで筋肉をちょっと緩めていきます。場所なんですけど、大体いいこのお尻の付け根あたりですね、このあたり、このあたりから始まって、この膝 の裏ぐらいまで,ですねこの辺りままでやっていきますここにこういう感じでぐっとお尻のねちょうど付け根のとこですねこの辺りちょうど股関節のこの付け根の辺りここがスタートなんでまずここにこういう感じでテニスボールを当てますでちょっと上からこう,のこう乗っかるような感じですねちょうどお尻の骨で座骨ってあるんですけどその座骨の辺りにぐっと乗るような感じでちょっとこういう感じでお尻で乗るような感じでやってもらったりです、ね、でこういう感じで乗ってもらって足首をぐっとこうね背屈っていってかかとをって つけけた状態ででーッと押さえつける感じですねここからスタートしていってたいね,、えー、とねここのポイントから4つから5つぐらい、まあ、ちょっとずつずらしていってそれぞれ30秒ずつねぐっと押さえながらやっていきますでさっきも言ったようにね、えー、とハムストリングスの筋肉って最初はねこう1本に近いような感じでこうやって分かれていくんで、まあ、最初例えば、えー、テニスボール1つで始めてもらってもいいし後半は2つこういうふうに当てるとやりやすいですまあ1個しかなかったら1個ずつやってもらっても構いませんので、ね、まずこんな感じでやっていきます じゃあね、それぞれ30秒ほど当てていきます。まずこんな感じで、ちょうどお尻のちょうど付け根のところに、こうやってテニスボールを、テニスボールをこんな感じで置いてもらってで、上からぐーっと踏みつけるような感じですね。押さえつけて。で、こういう感じでグリグリってやっていきます。じゃあ30秒スタートします。よーい、スタート。こんな感じですね。ちょっとこういう感じで押しつけて。まあ最初、じーっとしててもいいんですけど、ちょっとこう,いうこういう感じで動いてもらってもいいです。ちょうどね、お尻の骨があって、そのちょっと前ぐらいですね。 ポイントで言ったら、このあたりにつけてます。こういう感じですね。ぐーっと。ちょっと、痛気持ちいいっていうぐらいな感じのとこあります。ちょっと横に動かしたりしたら、グリグリっとした感じで。ちょうどね、太ももの付け根のとこですね。このあたり、ぐーっと。押さえつける感じですね。はい。OK です。 じゃあそっからもうちょっとですねポイントちょっとずらしますちょっと前に持ってくる感じですねこんな感じで全部で5箇所やりますんでねこんな感じでちょっとずらしますじゃあこういう感じでやっていきますよーいスタート皆さんもね自分でポイント見つけてもらったらいいんですけどちょっと硬くなってる場所がねちょうどね私の場合だとちょうど真ん中ぐらいこのね3つ目ぐらいのポイントが一番硬い感じがします で最初の方は1か所ずつやってもらったらいいんで、テニスボール1つで構いません。今ちょうどこのあたりですね。このあたりのポイントでやってます。ぐーっと。で、押さえつけた感じで、ちょっと痛気持ちいいって場所があるんで、ちょっと体をね、反らせるよりも、ちょっと前にやった方がしっかり体重乗って伸びます。はい。じゃあ次3、3つ目のポイントはね、このあたりですね。ちょうど先ほど言った、ちょっと硬くなってる、ちょうどね、コリっとしたとこありますから。 こういう感じで当ててもらって、これも30秒いきます。よーい、スタート。ぐーっと押さえつける。このぐらいになってきたらね、自分の手で太ももの上をぐっと押さえてもらったらいいです。で、こういう感じで揺らしてあげたりとかしてもいいと思いますんで。さっきのあの、ピンクのテープのところをイメージして、こういう感じで緩める。テニスボールを乗せて、こういう感じで緩める感じですね。こういう感じ、ぐーっと。このあたりまで、 ちょっと硬くなってて、まあ一つ重なるような感じですね。こういう感じで分かれていく感じなんで、この辺が一番ちょっと硬いと思いますんで、ちょっとしこりみたいな感じになってると思うね。はい、OK です。で、次4箇所目、この辺ですね。この辺りに下置きますんで、こういう感じですね。この辺りはもう2つに分かれてるんで、こういう感じで2手に分かれるから、テニスボール2つ置きますね。1個しかない人はどっちかに置いてもらったらいいです。もしくは真ん中に置いてもらってね。 じゃあこんな感じで、ちょうどこういう感じに並べるような感じですね。じゃやっていきます。よーい、スタート。ぐーっと、これも押さえつけて、上からこんな感じですね。ぐりぐりって感じです。グリグリって感じですね。さっきの場所の方がちょっとこう、しこり感はあったんですけど、まあ、ちょっとこの左右に分かれるあたりで筋肉ちょっと細くなりますんで、まあ、こういう感じで、 押さえつけて、まあ、左右であったり、前後にこういう感じで、ゆっくり押さえつけてください。ぐーっと押さえつけて、まあ、これぐらいですね、押さえる感じでやってもらったらいいです。ちょっと痛気持ちいい場所探しながらね。はい。最後は、このちょうどねお、膝の裏、膝裏のこの辺りですね、この辺り、剣になってるんですけど、まあ、剣のところをちょっとこういう感じで当てて、で、押さえつけるようにやっていきます。 用意タートぐーっと。この辺りまで来たらもうお皿を押さえるような感じかな。ちょうど剣のちょっと上ぐらい、この辺のポイントが一番こう硬くなってると思いますんで、この辺に当てるような感じですね。膝のちょっと上ぐらいかな。こういう感じ。ぐーっと。まず最初にね、こうやってあのハムストリングスの筋肉を、まずこの硬さをこれで第一段階で取っていきます。こういう感じですね。 多分最初ね、何もしてない方はすごい硬いと思うんで。 はい、OK、です次はこのテニスボールではなくて普通に曲げていくんですけど最初ね多分膝がねちょっと伸びきらないと思うんでちょっと軽く曲げた状態でも構いません次のポイントは今度内側と外側の角度を変えて伸ばすってやり方なんですけどまず最初につま先を内側にグッと絞ります絞った状態でグーッと前屈こう前に曲げていきますね絞った状態でグーッと前に曲げていきますそうすると内側のこのハムストリングスの方がすごくグッとね 突っ張ると思いますんでこういう感じですねねでできるだけこ、ね、ここの部分は、ね、離さないこういうう感じで曲げるんじゃなくてできるだけ腰をグッと入れるような感じで倒してもらえるといいと思います。こういう感じでかかとつけた状態で足先をちょっと内に絞ります。絞った状態でグーッと前に倒していきます。こういう感じですね。グーッとこういう感じ。で次のもう一個のパターンは外に向けた状態で前に倒していく。 外に向けた状態で倒していく。そうすると、外側のハムストリングスの方を伸ばすんで、この分けた形でね、それぞれ30秒ずつやってみます。で2つ目の体操は、内側に絞って前に倒す。で、外側に絞って前に倒すっていうのをちょっとやっていきます。それぞれ30秒やっていきますね。じゃあいきます。よーい、スタート。はい、まず最初は内側に絞った状態で、じわーっと倒していきます。 じわーっとそうするとこの辺すごい内側突っ張りますんでねグーッと内側に倒してひ内側に倒してでこの膝がねどうしてもねこう曲がっちゃうんですけどまあできるだけ伸ばせる範囲でいいんで伸ばしてくださいそうするとこの太ももの裏ですねここにテンションがかかってるんでこれがかかってたら正解ですじわーっと内側じわーっと内側グーッと絞った状態でいきます OK です。今度、外側ですね。足を外に向けて倒していきます。じゃあ、いきます。よーい、スタート。外に向けてぐーっと倒していきます。そうすると、この外側ですね。外側の後ろがすごい突っ張ります。ぐーっと突っ張ります。ここが突っ張ってたら正解です。まあ、さっきテニスボールでちょっとある程度緩めたんですけど、まだまだちょっとやっぱ硬いんで。 こういう感じで倒していきます。で、左の足はね、あのこうやって伸ばしといてもらってもいいし、無理だったらこうやって膝立ててもいいです。こういう感じですね。じわーっと倒して、こんな感じですね。ぐーっとで外側ですね。こういう感じで伸びてくると思います。はい、OK です。 はい。次はですね、こういう感じでタオルを使います。タオルを使って、足のこの母子球、このあたりにかける感じで、こんな感じです。かけた状態で、足をこういうふうに伸ばします。で、あの、やり方としては、タオルはね、自分の方にグッと引っ張ります。で、足の力はグーッと押し込むような感じ。ちょっとね、これで、あの、綱引きするわけじゃないですけど、こういう感じで、お互いに、こっちにタオル引っ張って、足はグーッと押し込んで、できるだけ膝を伸ばしていくっていうやり方をやります。で、 この時にポイントは背中がこうやって丸めてやるんじゃなくて腰はぐーっとこうやって前に倒して入れてほしいんです。多少膝曲がっても構いませんのでこんな感じでここの隙間をね開けないようにぐっと入れてほしい。入れた状態でぐーっと押し込む。ぐーっと押し込む。ぐーっと押し込む。押し込んでどこまで行くかって感じですね。ぐーっと。こういう感じでやっていきます。これを30秒ほどやっていきますね。じゃあ行きます。よーい、スタート。ぐーっと。タオルは引っ張って足は押し込む。で、ここの部分はぐーっと前に倒す感じですね。 こういう感じで背中丸めるんじゃなくてぐっとこう胸を張ってこういう感じで前に入れていく感じですねじわーっと多少膝曲がっても構いませんこんな感じですねぐーっと前に倒していく前に倒していくこういう感じですねぐっとこんな感じでできるだけぐーっと押し込んで膝がね多少こう曲がっても構いませんのでぐーっと押し込んでちょうどこのハムストリングスっていうここにねここが伸びる感じを感じてもらったらいいです はい、オッケーです。じゃあ、同じ動きをね、横向きでもやります。ちょっと横向きの方が見えやすいと思いますんでね。同じように先ほど言った手にタオルをグッと引っ張って、足はグーッと前に押し込む。前に押し込む。で、ここを伸ばす。股関節はここ、できるだけ隙間をなくしていく感じで、こういう感じで前に詰める感じですね。こういう感じになるんじゃなくて、こう前に詰めて、多少膝曲がっても構いません。よーい、スタート。で、いきます。グーッとこういう感じですね。できるだけ、 体状態を前に倒して、ぐーっと、タオルは持った状態で押し込む感じですね、ぐーっと、ちょっと痛かったりして、この辺つりそうになったりしますけど、こういう感じでじわーっと伸ばしていきます。ここの膝の裏が最初はね、ちょっと曲がった状態になるんですけど、できるだけぐーっと伸ばす、できるだけ伸ばす、ぐーっと、こういう感じですね、こういう感じ、ここの股関節の隙間は開けない、できるだけ前詰めて、ぐーっと倒していく、こんな感じですね、ぐーっと。 はい、OK、ですはい、次はですねこのいう感じでね足首を,首をねこんな感じで持ってもらいますで持った後手はこういう感じで下に下に回す感じですねで膝は多少曲がっても構いませんこういう感じでさっきと同じでねこういう感じで背中を丸めるんじゃなくてできるだけこういう胸を張って。 ここの部分は隙間を狭くしてください。こういう感じですね。こういう感じ。で、この三角座りに近いかもわかんないですがこれぐらいからちょっとずつこうね、伸ばしていく感じです。で、動きとしてはここを持ってもらって、ちょっとこうやってね、前後にこうやって動かしていきます。前後にこういう感じで。 前後にお尻と足をこういう感じで動かしていきます。そうすると、ここの部分にね、余裕が出てきますんで、ちょっとずつ動かしていくことで、あの、筋肉とか関節に動きをつけていきますんで。じゃこれも30秒やっていきます。じゃあ、いきます。よーい、スタート。まず手をね、こういう感じで、くるぶしの外ぐらいからこういう回して、下から持ちます。で、この状態で、お腹のとこをつけて、で、こういう感じで前、前後にこういう感じで動かしていきます。前後にこういう感じ。こういう感じですね。 こういういい感じで動かしていきますこう,いう。膝が多少ね曲がってても構いませんポイントはねこのハムストリングスのところがしっかり伸びて動きが出てくるっていうことが大事ですからねぐーっとこういう感じゆっくりこういう感じで動かすこんな感じはい OK です今度横向きで同じようにいきますね はい。こんな感じです。先ほどやってたら、こういう感じで手を下に回して、膝多少ね、曲がっても構いません。ポイントはここ開けない。こんな感じでならない。できるだけこういう感じで。この状態で胸つけて、できるだけ。で、こういう感じで動かしていく。やっていきます。よーい、スタート。持って、ぐーっとこういう感じですね。こういう感じ。こういう感じ。このぐらい、あの、開いてても構いません、最初はね。だんだん、だんだんできるようになってくると思いますんで。こういう感じで、ぐーっと。 要は、このハムストリングスっていう太ももの裏がしっかり伸びてたらいいです。こういう感じで動きを作っていくって感じですね。太ももの裏とか、この膝の裏とかね、この辺伸ばしながらこう動きを作っていく感じです。こういう感じね。じわーっと伸ばしていってください。はい、OK です。 はい、最後はですね、先ほど両手をこういう感じで持ったんですけど、今度、えー、と片手ですね。片手でよりこういう感じで近く持ってもらって、この状態で胸を近づけます。この状態で 体体を全体的にに前後にこううやって揺らすすような感じですね先ほどはねこう両手で持ったんですけど今度片足でいきますこんな感じで両手でこうくるぶしのとこを押さえていただいてでここも同じですね背中丸めるんじゃなくてここまずつけてもらってできるだけもうこの状態で体を前に前に倒していきますで手もこういう感じで回していって肘の辺りまでつけれるんだったらこういう感じでベターっと倒す倒した状態でここを伸ばすでその時にポイントはぐーっと内に絞った 状態で、やります1回目ねでその後外に絞った状態、この両方パターンやっていきますんでね、合計、内と外で2回やります。じゃあ、まず内からやっていきます。よーい、スタート。まず、こういうふうに持ってもらって、ぐっとちょっと内に絞ります。で内に絞って、ぐっと倒していくで。そうするとここの内側のね、ハムストリングスとかがすごく伸びますんで、こういう感じで、内にちょっと絞って、こういう感じですね。 で、ここ持つのもいいし、もしくはこの膝のこの辺り持ってもらってもいいです。こういう感じでグッと絞って、絞った状態で体を倒していく感じですね。グーッと。こういう感じですね。こういう感じ。こういう感じでグーッと倒していく。もうハムストリングスの、ね、この辺りですね。膝裏の辺りがものすごい張ってます。はい。今度外側行きます。じゃあ外同じように30秒いきますね。 よーい、スタート。同じです。ぐーっとこう外側ですね。外側の方を倒していきます。ぐーっと倒した状態で前に倒す。この時絶対こうやってこう開けない。できるだけ倒していく。膝は多少曲がってもいいから、こういう感じでぐーっと倒していく。こんな感じですね。じわーっと。ほなもうこの辺すごく伸びてきます。じわーっと。もうゆっくりで構いません。最初多分なかなか硬い方ね、伸びないんで、じわーっとで構いませんので、ゆっくり伸ばしていきます。 まあ今回はこのハムストリングスをしっかり伸ばすっていうことがポイントなんで、ここをしっかりぐーっと伸ばしていきます。はい、OK です。じゃあ同じ動きをね、横向きでもやっていきますね。じゃあまず同じように、内側30秒、外側30秒でやっていきます。じゃあ内側からやっていきますね。よーい、スタート。で、こんな感じですね。横から見てもらったらわかるように、ここの隙間開けない。で、内に絞ってぐーっと倒していく。ぐーっと倒していく。じゃあもうこの辺り。 ハムストリングス、この辺りがものすごい硬くなってます。ものすごい突っ張ってます。これぐらい膝曲がっても構いませんのでね、まずこうやって倒して、このハムストリングスっていうところ、裏にしっかりあのテンションがかかるように、力がのかかるようにしてください。こんな感じでじわーっと伸ばしていきます。もう剣がね、こうものすごい浮き出るぐらいになります。はい、ラストはね、こう外側ですね。同じような動きで外側いきます。はい。 こんな感じですね。ぐーっと伸ばしてで、太ももの前に、この、胸がね、こういう感じでつくような感じ。これぐらい伸ばします。じわーっと。こういう感じですね。こういう感じで。息を止めるんじゃなくて、じわーっと息吐きながらじわーっとやってもらったらいいと思います。よく伸びると思うんで、こういう感じで、息をふーっと吐きながらやってもらったらいいです。まあ、これも30秒なんでね、じわーっとゆっくりで構いませんので、できる範囲で構いませんので、ゆっくりぐーっと伸ばしていきます。

はいいかがだったでしょうか全部でね5つほどこのハムストリングス太ももの裏のストレッチをやってみましたえっ、ー、とね最初のテニスボールでグリグリやるやつでまず筋肉緩めてもらってその後のそれぞれ5つほどね体操をやったんですけど最初のテニスボールももっと時間かけてやってもらってもいいです痛気持ちいいって感じがねずっとすると思うんで別に30秒にこだわらずもっと長い時間でゆっくりゆっくりやってもらったらいいですしもちろん2番目から5番目の体操ももっと時間かけてやってもらってもいいですもう本当にじわー 伸ばすの別に30秒にこだわらず1分ぐらいやってもらってもいいんですけど要はそれぐらいさっきやったポイントですね特にこのここですねこの股関節がこう開かないようにできるだけこう胸を張ってこの股関節の隙間を埋めてでこのハムストリングスってさっきのピンクのテープのところがしっかり伸びるここがねよく効いてるなって感じがするような感じでストレッチやってもらったらいいですここがね伸びてないとあんまり意味がないんでここにテンションがかかるような感じでできるだけやってみてください自分でねちょっと内に絞 取ったりとか外に絞ったりやることで調整してもらったらいいんでしっかりここの筋肉特にこの辺りですねこの辺りがしっかり伸びてもらったら今度はこのこれやった後にね実際膝を曲げ伸ばしやってみてください結構ねさっきあの伸びにくかった膝がねちょっと伸びやすくなったなって感じすると思いますのでうまくねこれで伸びやすくなった方はこれをじわーっとやってもらうとどん,どん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 膝が伸びやすくなってきますので是非ともね頑張って続けてみてくださいはい以上が曲がった膝を伸ばすセルフケアになります前半の室外脂肪 後半のハムスストリングスこの足の表と裏のポイントが硬くなっていることで膝がうまく伸びなくなっている可能性が高いのでこのの2つのセルフケアをまずはじっっっくくり行てててやってみてください。変形性ひざ関節症の症状が重く膝の曲がりが強い方は全部やるのは大変かもしれませんが最初の室外化脂肪体のところから動画を見ながら焦らずに順番にゆっくりやることが大事です。 あと、最初にお伝えしたように変形性ひざ関節症を治していくには順番があるので今回の膝を伸ばすセルフケアをやってひざ関節が伸ばせるようになってから来週の筋肉を鍛えるトレーニングに進んでいただきたいのでまずは今回の膝をを伸ばすためのセルフケアをしっっかりやててみてくださいで。その後、来週お送りする膝のトレーニングをしていただけたらと思います。 はい本日の動画は以上となります本日の動画を見てよかったな面白かったなと思っていただいた方は是非高評価やチャンネル登録の方もよろしくお願いしますあとですね今回の動画を見て何かご質問などありましたらコメント欄の方にね書いていただきましたら私の方でも拝見させていただきましてできるだけお答えできるようにはさせていただきます今回の膝以外でもこういう動画を見たいですとかそういうのもありましたら同じくコメント欄の方に書いていただきましたら次回以降の動画作成でまた反映できたらなと思いますあと 今回の室外科脂肪体の痛みであったり膝の痛みですね、まあ、直接施術の方を当院で受けてみたいという方がいらっしゃいましたら概要欄の方にですね当院のホームページのリンクが貼ってますのでそちらの方から入っていただきまして施術をご希望される方は LINE の方でご予約いただけたらなと思いますはい、本日も動画を最後までご覧いただきまして誠にありがとうございましたそれではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら